21型フリゲートはイギリス海軍のフリゲートの艦級。ネームシップの艦名から同海軍ではアマゾン級フリゲートとも称される。イギリス海軍での運用は1994年までに終了したが、フォークランド紛争を生き延びた全艦がパキスタン海軍に売却されて他陸級駆逐艦として運用されている。本級の計画は19型フリゲートに由来する。 これは1960年代初頭にイギリス海軍が設置していた混成護衛隊作業部会の議論で提示されたものであった。同作業部会では当初はシーダーと艦隊空ミサイル装備の駆逐艦、アイカラ対戦ミサイル装備のフリゲート、小型のコルベットによる混成運用を検討していたものの最終的に1964年11月に取りまとめられた 報告書においては、大型の共同駆逐艦である82型と、新型で強力な護衛艦、そして安価で量産可能なフリゲートである19型との混成運用を提言した。これは、82型役場 -01、急航空母艦などの計画中止がすでに取り沙汰されていたことが影響したと見られている。百六十五年二月、十九型フリゲートの設計案は、 作戦要求委員会において NSR7025 として提示された。これは1900トン級オリンパスガスタービニエンジンとパックスマンマイナスベンチュラ製ディーゼルエンジンによって最大39ノットを発揮するとともに5000回りの航続距離を備える計画であった。装備は中高警報と小型ヘリコプターが予定されていた。しかしまもなくこの当初計画は 楽観的すぎたことが判明し、排水量は2600トンに増大、建造費も情報修正されたことから、6月、国防省幹線総局では計画の再考を勧告した。その後、速力要求を28ノットに引き下げて、手記構成を見直した案の検討が着手された。しかし1966年、海軍の器具は的中し、労働党政権は、 クバマイナスレイ級航空母艦の計画中止を決定した。これにより将来的にイギリス海軍から正規空母が消滅することが確実になったことから従来の艦隊整備計画はすべて棚上げされ第一海軍協は将来艦隊計画作業部会を設置し兵力整備コンセプトの抜本的な見直しに着手した。同作業部会での検討は多岐にわたったが 水上戦闘艦に関しては、大型の共同駆逐艦の代わりに、小型のミサイル駆逐艦の建造が勧告されるとともに、艦隊の機関兵力として、汎用フリゲートの建造が提言された。一方、ボスパー社は、積極的に輸出用の軍艦を設計し、市場に発表していた。その中で、ボスパーマーク5及びマーク七は、FFWP の要求に比較的、 近く、有望と考えられた。また当時、英国病を背景として、イギリス政府は軍艦の輸出を絶望しており、海軍が同社の設計を採用すれば、これに続く国が現れることも期待された。このことから、DGS 独自の設計が完成するまでの暫定策として、同社の設計をもとに、英海軍の要求を加味した発展型の建造が決定された。 これによって建造されたのが本級である。建造に関する協議は1967年7月6日より着手された。当時、オーストラリア海軍では汎用フリゲートの計画が進められており、FFWP の構想するフリゲートと要求事項が近かったことから共同開発が施行されるようになった。百六十七年より爆料級協議が進められ、十月には 英海軍の調査団が徒行した。しかしながら、戦隊規模こそ近かったものの、両国の要求事項は、多くの点で異なっていた。イギリス海軍は取得性を重視して、最大速力は32ノット、航続距離は4000回里としていたのに対し、オーストラリア海軍は、インドネシアの小型艇との交戦を考慮して、最大速力35ノット以上。 航続距離5500海里を要求した。また装備品もイギリス海軍はすべて国産化する予定であったのに対しオーストラリア海軍はむしろアメリカ製品を好んだ。これらの相違が顕在化したことにより1968年11月8日オーストラリアは計画より脱退した。この頃までに計画は21型フリゲートと称されるようになっており。 1969年3月、ボスパーシャワ一番館の設計、建造契約を受注した。1969年3月26日に一番館が発注されて、建造が開始された。1970年5月11日には2隻1971年11月11日に、さらに5隻が追加された。なお、建造は、 ヤーローシップビルダーズ社でも分担されていたが、技術情報の共有不足のために、ヤーロー社担当分の建造は遅延した。線形は中央線路型とされた。従来の管が全構成であったのに対し、本級では重心硬化策の一環として、上部構造物はアルミニウム合金製とされた。この決定は、後々まで高担性の低下を招いたとの批判に、 さらされることとなり、実際、1977年のアマゾンの火災事故では、被害増大につながったと指摘されているが、実際には、フォークランドオフンでの喪失感にはあまり影響がなかった。ただし、アルミ製錠構えの採用にもかかわらずトップヘビーとの指摘があり、後に固定バラストが装備され、排水量は350トン増加した。 また、フォークランド紛争中に船体に亀裂を生じたことから、1983年9月より、船体中央部を補強する工事が行われ、排水量はさらに100トン増大した。主官居住区は好評だったが、下院居住区の居住性はそれほど良くなかった。これは輸出の実績を踏まえた決定であった。また、要求事項に反して、 本級の将来発展予知は乏しかった。本級は西側諸国で初めて推進機関をガスタービンエンジンのみとした戦闘艦として知られている。これは1966年に採択された機関系統化計画に基づくもので巡航機としてロールスロイスタイン RM1A、高速機としてオリンパス TM3 バイトという2機種のガスタービンエンジンを用いた かが方式となっている。これは、シムズに基づき、わずかな変更のみで、22型フリーゲートや42型駆逐艦においても、踏襲された。なお電源としては、4 5 0六6 0ルツの3、小交流発電機4機が搭載された。本級では、キャジーズットバ戦術情報処理装置が、装備化された。 これは、JAYA 戦術状況表示装置及び中 -5、GDS-5 法目標指示装置を代替する機能を備えており、当初はエリオット 920CE コンピュータを用いる予定であったが、後にフェランテ社の FM1600 バイトに変更された。レーダーからの目標移管は、手動入力式であったが、リンク10による戦術データ、リンク機能を備えていた。 ただし武器管制機能は統合されていなかったため、フェランティシャの W 汗マイナス4武器管制装置が別途搭載されて連接された。対空、対水上捜索用には992型レーダーを搭載した。またシーウルフコ艦防空ミサイルを後日装備した場合は967、968型への換装も検討されていた。ソナーは 184M 型で、 あとに 184P 型にアップデートされた。また海底捜索用の 162M 型も閉鎖されていた。当時、より大型で、探知距離が長い2016型も開発されていたが、これに換装する余地は確保されていなかった。またエコーソナーの搭載余地もなかった。電子戦支援用としては、当初は FH5 短波方向探知機のみを搭載していたが、 あとに全艦が予定通りにウアー -1 電波探知装置を搭載した。これは1960年代の演習で得られた知見を反映し、レーダーに代わる中核的な防空センサーとして開発されていたアベイヒルの実用機であり、自動化を進めて瞬時周波数計測機能などを実装していた。股間防空ミサイルとしては CCAT GWS-24 が搭載された。 これは射撃式レーダーとしてイタリア製の RTN-10X のイギリス版である9 1 2型レーダーを採用しており射撃式機能は W ス -4 部機関性装置と統合されていたこれらはマーク84.5インチ炭素法の射撃式にも用いられたなお本来は新開発の C ウルフ GWS-25 の後日装備が予定されていたが 余地が乏しいことが判明し、断念された。対艦兵器としては、当初は艦砲のみが用いられていた。クバ0 1計画中止直後は、空母艦上機による対水上打撃力が期待できなくなったことから、フリゲートへの艦隊艦ミサイル搭載でこれを補う、ことが計画されたものの中距離魚雷投射ヘリコプターが、大衆艇ミサイルの運用に対応していることから、 最低限の耐水上火力は確保されているとみなされて、1969年に計画が変更されて、潜水艦発射体艦ミサイルの方が優先されることになったためである。しかし USM 計画の遅延を受けて、結局、エグゾセ MM38 艦対艦ミサイルが後日、装備により搭載された。 計算上は2発を搭載する余裕しかなかったが、実際には4発が搭載された。これらは監視看板上に配置された。また、アマゾン、アンテロープでは搭載されなかった。対戦兵器は中距離魚雷投射ヘリコプターに重きを置いている。当初は攻撃専用のウェストランドワスプが構想されていたが、 後に紹介機としても運用可能なリンクスハズ2-3に変更された。ただし、飛行中のヘリコプターに対する給油には対応していなかった。またこのほか、STWS マーク1 3幻想を単魚雷発射艦が後日装備されたが、1989年までに撤去された。パキスタン海軍への売却後、全艦がアメリカ製のファランクス20マッシュ w ス1機を 後部上構え上に搭載して、近接防空能力を向上。漢方用の予備の包位板として、電子工学式のナジールマーク2を搭載、電波探知装置を更新したほか、D-184 及び186以外では、単魚雷発射艦もスウェーデン製の TP-43 に適用したものに変更されている。また、 ミサイル兵装も変更されており、シーキャット艦対空ミサイルとエグゾーセ、艦対艦ミサイルは全艦から撤去された。これに代わって搭載された兵装によって、タリク級は防空型と対水上型の2つの系統に分けられる。また少なくとも3隻では、戦術情報処理装置をサーブ QLV マーク3に換装しているが、シャージャハーンでは、カイズのままとされている。 この他に、フランス製のアタスエコーソナーの追加装備についても、契約が締結されているが、こちらは実施されていない。ありがとうございます。